まして、こんばんは。7月29日、ガールズトーク、盛り上がっていきたいと思います。トップバッターにを急遽務めさせていただきます。ミランです、よろしくお願いします。SNS とかつながってくださればなと思います。で今日はですね、ニーブさんグランドピアノがあるということで生伴奏でお届けしたいなと、これからのステージを生伴奏でお届けしたいなと思います。皆さんよかったら拍手で迎えてください。
お姉さんがお姉さんが来てくださりました。ですね、真奈先生のちょっとご紹介をさせてください。岡本真奈先生こと、まーちゃん先生なんですけども、スマイルオブハートという、事務所でいろいろやってるんですけども、いろいろやってらっしゃる方で、ボイトレの先生、そして今日のようにいろんなお店とかライブハウスとかで生伴奏をしてくださったり、あとは、ラジオとかですねを担当、いろいろプロデュース企画とかをしてらっしゃる先生になります。で、ちょっと一つだけ告知なんですけども、8月4日の、京セラドームで国歌斉唱があるんですけど、私は出ないんですけどすいませんちょっと別のとこに行くんですけど、チャリティーで今130人ぐらい、ね、集まってまして、まだまだ募集中なので、もし8月4日よかったら歌いに行こうって方はスマイルオブハートを検索してもらって、ぜひぜひチャリティーで一緒にね国歌を歌いに行ってくださればなと思います。こんな真奈先生と今日は一緒にさせていただきます。よろしくお願いします。私もピアノ伴奏、本物のピアノで伴奏してもらうのが初めてなんですよ。キーボードとかはあるんですけど、グランドでやらせてもらうの初めてなんで、若干ね、緊張が伝わるかと思うんですけど、皆さん笑顔で聴いてくれたら、こっちも柔らかくでもね。で、笑ってくれてる人めっちゃ多いですね